ロッテファンの牽制ブーイング、阪神ファンに潰される。阪神ファンええぞ、これが阪神ファンの力よ。ブーイングしてきたのは向こうからやからな、因果応報やろ。牽制にいちいちブーイングするロッテファン、ロッテファン牽制球に対するブーイングすごいな。キモいねブーイング。甲子園でブーイングって命知らずやな。なんで牽制でブーイングするの。牽制ごときでブーイングってロッテだけの文化なん。うるせえな。再度牽制ブーイング、阪神ファンが拍手で対抗。ブーイング対拍手で草、大盛り上がりで草。甲子園おもろすぎる。熱いな、ファン同士の戦いが。応援バチバチで草、数の暴力でブーイング消すの草生える。牽制に対して爆竹みたいな拍手で草。今度はロッテ側が牽制、阪神ファンが仕返しでブーイング。やり返してて草。やり返すなや。ヒートアップしてて草。動揺したのかボーク。ブーイングしたらボークしてて草。今夜の牽制ブーイング、連続四球から2失点。引きまくってて草。牽制ブーイングからのこの流れが気持ちいいわ。牽制ブーイングした結果、ロッテファンが阪神の牽制にブーイング、阪神ファンが牽制ブーイングにカウンターで声援拍手でかき消す。阪神ファンがロッテ沢村の牽制にブーイング、沢村動揺してボークし、さらに2失点する。全部自分に返ってくるんやで。